皆さんこんにちは、荻上チキです。今日はメディア論の中でもクレイム申し立て、それからコンフリクト理論、この2つについてお話したいというふうに思います。この日本社会では和をもって尊しとか、空気を読もうとか、みんな仲良く和を乱さずといった、そうしたようなその感覚というものが、まあ、重要視されている、あるいは大事な価値観であるというふうに思われています。でその結果どういったようなことが起こるのかというと、例えば空気を乱すような抗議をする、あるいは人と人との対立を生む、そうしたのことというのはネガティブなものなんだ、良くないものなんだというような印象付けというのがあります。確かにこの社会の中ではいろいろなトラブルが生じて、その時に人と人とがぶつかり合うと大きなストレスを感じます。そうしたストレスというのはない方がいいと感じる方も多くいますよね。僕も個人的にはそういうような感覚を持ってはいます。あるいは一方で社会運動論やメディア論という文脈に注目をすると、この対立であるとか抗議というものがとても重要な役割や機能を持っているということがわかるんです。社会科学の分野では様々な人の行動というものを、ただ感情で捉え方を考えるのではなくて、それがいかなる機能を持っているのか、そうしたようなところに注目をするんですね。ではこうした衝突であるとか異議申し立て、そうしたものを持つ機能というのは一体どういったものなのか、いろいろな研究者が分析してきました。例えば人と人とがぶつかり合うということはよろしくない、人と人とは和解をして仲良く暮らすべきだ、平和が一番だ、そうしたの感覚を持っている人もいると思います。何となく和を乱すような発言、異論を唱えるようなものというのは抑えられた方がいい、そうしたような感覚を持っている人もいるんじゃないでしょうか。しかしこの社会というのは人と人とがぶつかり合わなければ先に進まないというようなことがあるんですね。これまでの歴史上の中でも人々が勝ち取ってきた権利というものは、必ず少数とされてきた人たちが抗議をして、その抗議が様々なところに、まあ、浸透していって、そうしたことによっていろいろな価値観、権利、自由、そうしたものが浸透していったというところがあるわけです。こうしたような人と人とのぶつかり合いのことをコンフリクトというふうに言います。コンフリクトというのは対立や紛争ということを意味する言葉ですね。で、こういったコンフリクトというのは社会一般的には嫌われがちではあるけれども、社会運動論、社会運動の機能を分析する上ではとても重要な概念なんです。人がコンフリクトをする、人と人とがぶつかり合う、ぶつかり合うことによってそこに発生していた格差とか違いというものが見えるようになる、その立場の違いというものが見えたときに何かしらのケアが必要になるということがわかるんですね。例えばある時期までは女性には参政権がありませんでした。ある時期までは黒人にも参政権がありませんでした。ある時期までは障害者の方々が在宅で投票する権利なども、これもまた設備が整っていなかったり整備がされていなかったという状況があるわけですね。こうした様々な整備が必要だということを言うためには、様々なコンフリクト、つまりこういったような問題があるんだ、この社会では不十分なんだ、この社会だけではやっていけないんだということを見るようにするということが重要になるわけです。コンフリクトの手段というのは様々にあります。ボイコットをするであるとか、署名活動をするであるとか、デモをするであるとか、ロビングをするであるとか、いろんな仕方によって社会に対して、いやいやこの社会の中では生きづらいですというような対立点、論争というものを吹っかけていくということが重要になるんですね。多数派の人からすると、そうしたコンフリクト、紛争というのはただただストレスを感じてしまうということになるわけです。なぜかこれまでの社会で不便を感じてこなかった人にとってみれば、そうした寝耳に水のコンフリクトを設定されたとしても改善も面倒くさいし、何かしらの対応するのも面倒だし、場合によっては自分たちが差別をする側だというふうに糾弾をされることになるので、そんなつもりはなかったんだ、そんなものは差別ではないということにしたいという反応を起こすんですね。つまり最初のコンフリクトの初期段階ではマジョリティに対してマイノリティが抗議の声を上げるが、マジョリティの側、多数派の側はそれは差別ではない、それは大したことはないというような格好で反発を示していくわけです。その次の反発として、それは確かに正しいかもしれないけれども、その言い方はどうなのかという形で、その抗議の仕方、コンフリクトの起こし方というものを、まあ、批判するということをしたりする。しかしそうしたような論点というものは重要だということを一定程度浸透してくると、例えば多数派の様々な権利も侵害しない範囲でよろしくというような格好で、多数派の側がむしろ被害者なんだという身振りを示すことによって抵抗を示していくなど、コンフリクトが生じた時の多数派の反応にも一定の類型というものがあるんですね。しかし、まあこうしたコンフリクトを重ねることによって、少数者、それまで踏みにじられてきた権利というものを社会に広く浸透させ、そのことによって世の中がさらに、まあ、改善されていくというようなこともこれまで起きてきたことではあります。コンフリクト理論というのはなかなか難しい理論で、ではどのコンフリクトが正しいコンフリクトで、どのコンフリクトは正しくないのかっていうようなことも客観的には把握できないんですね。コンフリクトはあくまでコンフリクト、
人と人との衝突なので、その衝突を何かしらの手段で解決したいという人々のパッションが社会を動かしていくんだということを記述する、そうしたような考え方になるわけです。この日本社会では特にコンフリクトを起こす人のことをクレーマーというふうに表現したりしますね。クレーマー、迷惑をかける人というようなニュアンスで日本では捉えられていますが、クレーマーというのはクレームをする人、クレームというのは異議を申し立てるであるとか、異論を述べるであるとか、そうしたようなことを言う人ですよね。で、このクレームというのはあくまで中立的な概念で、社会理論の中ではスペクターとキッセという人がこのクレーム理論というものを、まあ、かなり、丁寧に整理していったという経緯があります。このクレーム理論というのは、要は人々は常に定義をめぐる闘争を行っているんだと。で、ある言葉の定義というものに対して異論を持つ人たちが新たな定義というものをぶつけていく。ある社会秩序というものに異論を持つ人たちが別の社会秩序のあり方を提案をしていく。あるいは提案をする前にその社会秩序の限界というものを指摘をしていく。こうしたクレームを重ねること、つまり異議申し立てをすることによって論点が発見され、あるいは定義の書き換えが起こり、その定義の書き換えに抵抗する人たちがそれにまた定義の書き換えという格好でこう、応答していくと。その応答関係が社会運動の拡張につながって、この社会ある種シャッフル、今の形とは違う形に変えていくというようなことにつながっていくわけですね。抗議をする人、異議申し立てをする人、異論を述べる人、こういった手たちというのは社会から疎まれがちです。しかしながら歴史的に見ると、そうした異議申し立ての積み重ねによって今までわからなかった様々な発見というものにつながってきたわけですね。一方でこうしたクレームであるとか紛争というものが全て正しいものであり、全て確からしいものかというと、そうしたことまではこうした社会理論からはわからないもの。ではどうするのかというと、私たちが日常の中で様々な人たちとコミュニケーションをし、対応し、議論をし、ぶつかり合っていく。その中でお互いの定義の書き換えというものに加わっていくということが必要になる。そうしたものめんどくさいよというふうに思うかもしれませんが、実は皆さんもすでに日常の中であらゆる言葉の定義の書き換えに加わっています。今ある言葉遣いというものに異論を持たず、違和感を抱かず、ただその言葉を使っているだけでも、ある言葉の定義というものを繰り返し続けているということになるわけですね。そうした政治的なフィールドに誰もが参加をしている。そういった事実に気づかされてくれるような、こうした社会理論というのは、とてもユニークで、なおかつ有意義なものだというふうに思います。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。